テレビのバラエティ番組から飛び出したプロボクサーが世界のリングに立つ。飯田聡世界初挑戦 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ。ここまで20戦全勝の飯田、92年全日本新人王、94年日本タイトル獲得、努力で掴んだ今日の世界初挑戦です。チャンピオンはベネズエラのアリミ・ゴイティア。こちらは14戦全勝、今日が3度目の防衛戦です。名古屋のレインボーホールです。おととし薬師寺対辰吉の名勝負の舞台となったところ、飯田聡が初めて生でプロボクシングを観戦したのがこの会場。後に名古屋のジムから最初の世界チャンピオンになった畑中清さんが8年前初めて世界に挑戦した時でした。今日飯田はここレインボーホールで世界のベルトに挑みます。さあ、放送席解説は元 WBC 世界ジュニアウェルター級チャンピオン浜田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浜田さん、はい、飯田聡、はい、ついに初挑戦の日を迎えました。本当に我々初挑戦というと硬くなって何も言えないんですけど、はい、本当に平常心のままでびっくりしてます。そうですか、はいはい、ところがチャンピオンのアリミ・ゴイティア選手、はい、この選手はかなり強い選手じゃないですか。まあチャンピオンのいろいろ選手いますけど、この選手はチャンピオンの中でも強い選手ですね。特にどんなところが優れてるんでしょう。まあ背は高いんですけど、どんどん前に出ていくんですね。そしてその前に出ていく時のパンチがどんどん伸びるんですね。そして手元で特に伸びるんで、相手とすれば避けたつもりでも当たってしまうと。そして、ノックアウトがほとんど1ラウンド2ラウンドっていうのが特徴ですね。そうです、はい、飯田選手はどう攻めればいいんでしょうね。この選手はくっつかれることが嫌がるんですね、はい、ですからどんどんくっついて、そしてくっついた時打ち勝つことでしょうね。そうです、はい、接近戦ですね、はいはい。ゴイティアの保持する WBA 世界ジュニアバンタムのタイトルはかつて渡辺二郎と鬼塚克也が持っていた日本にゆかりのあるものです。2年前鬼塚からタイトルを奪ったイヒュンチュルを去年韓国で倒して王座に君臨しているのがゴイティア。飯田にとってチャンピオンは強敵です。この放送は名古屋のレインボーホールから全国の皆様に実況生中継でお届けしています。それでは今日が世界初挑戦、ミドリジム飯田聡選手の紹介 VTR です。本当に一戦一戦が必死だったんで、もうとにかくもう一つ一つも確実に階段一段一段をもう必死にやってきてここまで来たっていう感じで。飯田聡はバラエティ番組元気が出るテレビのボクシング予備校入門をきっかけにプロボクサーとしてスタートを切った。飯田は大学からボクシングを始めた遅咲きのボクサー。しかし天性の素質と過酷なトレーニングで94年3月日本ジュニアバンタム級のタイトルを獲得した。畑中薬師寺に続く名古屋から3人目の世界チャンピオンを目指し、強豪との対戦で腕を磨く飯田。去年7月には韓国のイ・ジョンウンを6ラウンド TKO、 11月にはメキシコのバレンテ・フローレスを4ラウンド KO。ファンに感動してもらえるボクシングを見せたい、そんな思いを胸にリングに上がってきた。迎えた今年1月の世界タイトルマッチ前哨戦では、フィリピンのジョージョー・トーレスを4ラウンド KO。 ついにテレビが生んだアイドルボクサーが世界挑戦の切符を手にした。強いチャンピオンに勝ってチャンピオンになった方が価値ありますからね。もう本当に一生に一度ぐらいな気持ちでぶつかってもぎ取りたいと思いますね。飯田聡20戦全勝、世界の扉を開く時がやってきた。世界一になるために世界一苦しい練習を積んできたと自負する飯田。飯田の目にはゴイティアの持つチャンピオンベルトしか見えない。
チャレンジャー飯田は予定より45分も早く午後1時15分にレインボーホールに入りました。気持ちが乗ってる証拠ですよ。早く戦う場所に来たかったんです。いつもの飯田スマイルが見られました。そして目を閉じて入場テーマ曲を何度も繰り返して弾きながら集中力を高めていきました。静かで心地よい緊張感が張り詰めたものに変わったのはほんの5分前。セコンド陣以外の全ての人をシャットアウトしてのミット打ち。常に勝つことしか頭に入っていないと言い続けてきた飯田の頭の中ではもう右手は上がってるはずです。最高のイメージを描いて最高の集中力で入場を待ちます。対するチャンピオンは今日が3度目の防衛戦、有見ゴイティア選手はこんなボクサーです。日本の裏側に位置する南米のベネズエラからやってきたチャンピオン有見ゴイティア。8人兄弟の5番目として生まれたゴイティアは10歳でボクシングを始め22歳でプロデビュー。そして去年7月世界タイトルを獲得。ベネズエラのボクシング史上最短の12戦目で世界王者に上り詰めたエリートボクサー。ゴイティアはベネズエラで初防衛を果たした後、今年2月あの鬼塚を破り王座についた前チャンピオンイ・ヒュンチルと対決。ゴイティアは左ストレートでイの逃げ足を封じるとそのままロープに詰め寄りメッカ打ちを浴びせる。12ラウンド TKO で勝利を収め2度目の防衛に成功。これまで14戦全勝8割の KO 率を誇る最強のチャンピオンゴイティア。リーチの長さを生かした左パンチは脅威だ。La verdad es que estoy muy bien preparado física y mentalmente y si la oportunidad de knockout se presenta no te voy a perdonar。 ベネズエラの英雄アリミ・ゴイティア、目標は WBA、WBC の統一王者となること。ゴイティアの勢いは止まらない。飯田よりもおよそ1時間遅れて午後2時15分に会場に入ってまいりましたチャンピオンアリミ・ゴイティア。その時の表情はいつものように明るく、そして笑顔を振りまくという全く緊張は感じられませんでした。控室でもトレーナーと冗談をしゃべり合うなど全く緊張の色を全く見せませんでした。しかし10分ほどぐらい前から始めたミット打ちで急にその顔が険しいチャンピオンの顔になりました。負けることは全く考えていない、勝つために日本にやってきたんだ。チャンピオン有見ゴイティア、3度目の防衛戦、超エース挑戦者飯田聡を迎え撃ちます。日本とベネズエラの間で行われた世界戦、過去日本の6勝ベネズエラ11勝引き分けが2つ、今日が20戦目です。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、まもなく両選手の入場です。これより両選手のリングに入場です。はじめに赤コーナーよりチャンピオン有見ゴイティア。
対します青コーナーより挑戦者飯田聡選手の入場です。1969年、ここ名古屋に生まれた26歳、岐阜経済大学入学と同時にボクシング部入り。アマチュア時代全く目立たない存在だった飯田に、大学3年生の時転機が訪れました。たまたま見ていた日本テレビ系の人気番組天才たけしの元気が出るテレビで、ボクサーを養成するボクシング予備校なるコーナーが始まることを知り、軽い気持ちで応募。毎週のようにテレビに出演することになり、この甘いマスクも手伝って一気に人気者になりました。21歳の時、名古屋の緑ジムに入門し、プロ転向を決意。91年3月プロデビュー。テレビで顔を知られていただけに、4回戦の頃から注目され、かつても人気先行のアイドルボクサーと言われました。3年前、3人の世界王者を育てた名トレーナー福田洋二さんと出会って、実力はめきめきと上昇。飯田は世界を念頭に置いて戦うボクサーになりました。試合で力を出すタイプです。元世界王者や自分より上位の世界ランカーとの対戦、緑ジムの松尾会長が設定するやや高めのハードルを次々とクリアして、ついに今日世界のリングに向かいます。人気より実力を評価してもらうには勝ち続けるしかないと心に誓って戦い続け、ここまでプロ20戦全勝 10KO、 サウスポーです。動いてよし、打ってよし、成長した姿を全国のファンに見せるチャンスが世界タイトル挑戦という大きな舞台で実現しました。畑中清樹、薬師寺安英に次ぐ名古屋のジムから3人目の世界チャンピオン誕生なるか。今エプロンから飯田聡リングに入りました。地元名古屋の星、緑ジム飯田聡、世界初挑戦、レインボーホールのリングに登場です。くじけずにもう一度ね。缶コーヒーのボス、冗談じゃねえよ。美空ひばりってあの頃好きになれなかったな。それが変なもんだよね。あれ、角瓶グッズ差し上げます。よかったね。我ら角瓶党。夢か誠か永谷園、ここまでやってくれるか永谷園。なんと現金1000万円だプレゼント実施中。気の入ってるよ道場さん。鮮魚市場の生わさびだけ。じゃあ2本買って買っちゃう。わさびといえば金印、鮮魚市場の生わさび。やっぱり市場のものは新鮮ね。鮮魚市場の生わさびちょうだい。気のいいの入ってるよ道場さん。さすがプロが選んだ魚とわさび。わさびといえば金印、鮮魚市場の生わさび。やっぱり市場のものは新鮮ね。こちらで大人気の夕張メロンのお酒送ります。君のような甘い香りのお酒です。何言ってんだか。ほんのりしましょ。サントリー夕張メロン酒新発売。サントリーボススペシャル WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、これからレインボーホールに両国国歌が流れます。どうぞ。両国国歌の斉唱。
リング上では財団法人日本ボクシングコミッション小島事務局長によるコミッショナー宣言です。それではここでこの試合のルールをご紹介しましょう。採点は10点法、なるべくどちらかに優劣をつけます。ジャッジは3人、レフェリーは採点に加わりません。グローブは日本製の8オンス3ノックダウンシステムを採用しているため、1つのラウンドに3回ダウンした選手はその時点で KO 負けとなります。また4ラウンドまでの偶然のバッティングによる試合は引き分けです。5ラウンド以降の場合、その前のラウンドまでの採点により勝敗が決まります。それでは続いて両者の体格を比較してみましょう。ともに昨日の計量は1回でパスをしています。両選手ともこのクラスとしては、浜田さん、はい、長身ですね。そうですね、ですから両方ともタイプは似てますよね。はい、身長リーチともに飯田選手が若干上回っています。ただ浜田さん、グリピアは肩幅が狭いので、はい、実際の手の長さ、肩からグローブまではもう少しありそうですね。そういうことですね。そして、はい、当たる瞬間にひねりがありますからね、ですからパンチは伸びるということですね。はい、リングに登場した両選手、表情をご覧になっていかがですか。まず飯田君ですけど、はい、いつもの試合より硬いように思いますね。そうですか、はい、一方のゴイティア選手、国歌も ね、歌ったりしてなかなかリラックスしてるんじゃないでしょうか。やっぱりあの中南米独特な、明るさありますね。そうですか、はい、さあいよいよリング上では両選手の紹介です。本日のメインイベント WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオン114パウンド4分の3ベネズエラアリーゴイチア。ペレスさん、カナダ、アレハンドロ・ロチンさん、メキシコ、オベ・オベセンさん、デンマーク、レフェリーはイギリスのジョン・コイルレフェリー、世界戦はこれが32試合目です。日本では2年前、鬼塚対イ・ヒュンチュルの試合をさばきました。キャリア25年のベテランです。この試合には WBA から立ち会い人としてパナマのアウレリオ・フィエンゴさんが来日しています。さあ、いよいよ浜田さん、はい、第1ラウンドですけれども、はい、注意しなきゃいけないのはアリミ・ゴイティア選手、速攻派のチャンピオンなんですね。そうなんですね、はい、1ラウンドからこの選手は打ってくると思います。過去14戦全勝です。打ち負けないことですね、はい、そうですね、はい、11KO のうちなんと1ラウンド KO が5回もあるという速攻派のチャンピオン。第1ラウンドのゴングを待ちます。ホイルレフリーが両選手を分けました。さあゴイティア3度目の防衛戦、ゴングが鳴りました。飯田の世界初挑戦です。名古屋のレインボーホール第1ラウンドです。赤のトランクス、黄色のベルトライン、チャンピオンのアリミ・ゴイティア、ベネズエラ、これが3度目の防衛戦。一方黒のトランクス、シルバーのベルトライン、チャレンジャーの飯田聡、世界初挑戦です。名古屋緑ジム所属、速攻派のチャンピオンゴイティア。今打った左アッパーですけど、左アッパー、はい、これが伸びるんですね。そうですね、はい、左のアッパーはロングもショートもこれは脅威です。チャンピオンのゴイティア、この2人は浜田さん、はい、共通点が多いんですよね、はい、そうですね、共に、おーっと左ストレート伸びました。伸びますね。オープニングヒットはゴイティア、左のストレート、少し体振った方がいいですね。あ、グラッときた。飯田がちょっとグラッときましたか。ゴイティアの左、ちょっと踏ん張ってますからね、飯田は。もう少し大きく動いて体を振った方がいいですね。
ボイティア14戦全勝、飯田20戦全勝、全勝対決でもありますこの試合。おさあ、あと飯田接近戦、飯田の左右首、チャンピオンの顔面に右、飯田です。共にサウスポー、このクラスにしては長身です。そして全勝対決、しかも両方ともボクサーファイタータイプ。まだ飯田少し硬いですよ、速攻派のチャンピオンに対して飯田選手というのはこれまで見てくるとどうも序盤戦というのは硬いですよね、動きが。そうですね、はい、ですからそういうところチャンピオンも頭にあってついてくると思いますからね。飯田のスタイルはリズムボクシング、打ってよし動いてよしというタイプ。一発右を入れました、しかしチャンピオンも強烈に返します。内側のスポーディー右のボディ、飯田接近してから今右を打ったんですけど、はい、その時に体立てないことですね。ああ体立つと右飛んできますからね。はい、右軽く当てました。さあチャンピオンも打ちます、下がりながら打った、打ち合いになった、引いてボイカが前に出た、飯田が左、ちょっと振り大きいですよ。振りは大きいですか。ちょっと振り大きいですね。まだ動きは硬いですか。まだ硬いですね。世界初挑戦のリングです、プロ21戦目、地元名古屋のリング、レインボーホール。打っていく姿勢は本当に前に出ていますね。ただ体硬いですね、はい、もう少し体ほぐれるまでもう少し動いた方がいいですね。ちょっと大きく振ってくると相手のストレートロングが飛んできますからね。はい、ボイティアはこの試合に対して107ラウンドのスパーリング、一方の飯田は70ラウンドのスパーリングを展開してきました。共に調整は十分、順調に調整してこのタイトルマッチに臨んでいます。さあ接近戦、踏み込んでくるボイティア、飯田の右、第1ラウンド終了です。放送席浜田さんの採点は10対9、チャンピオンボイティアです。第1ラウンドゴイティアのこの左ストレート、まっすぐ普通だったら避けられたパンチなんでしょうけど、はい、ちょっと硬いというのと、そして相手のパンチが予想以上伸びるんですね。手元で伸びるという感じのパンチですね。そういうことなんですね、はい、ですから相手のタイプまだ肌で感じてないですから、その時にもっと動くことですね。第2ラウンドのゴングが鳴りました。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦第2ラウンドです。チャンピオンアリミゴイティア、3度目の防衛戦、チャレンジャー飯田聡、世界初挑戦です。佐藤さん、はい、青コーナー飯田陣営ですが、第1ラウンド終わっての指示はお前はチャレンジャーなんだ、後ろに下がってどうする、相手が打ってきたら中に入っていけ、ただし膝を柔らかくしろという注意です。なるほど。さあ下がる飯田。佐藤さん、はい、一方のチャンピオンサイドなんですけれどもね、とにかく左を下げすぎであると、右をもっと使え、落ち着いてディフェンスを考えて攻めていけというふうに指示が飛んでおります。あ、浜田さん、ともに両陣営から簡単な注意が与えられているようですね。まさにセコンドやっぱり真剣ですからね、そういった的確な指示だと思いますよ。あっと入った、左アッパー、ボイティアの左アッパー、ちょっとフラッときた飯田、しかし接近戦、広場接近戦だ、あと左飯田の左ストレート、あと右を打った、右を食らいました。ちょっとオープンガードのところがありますから、もう少しガードを締めて、そして体を振ることですね。強烈なパンチが飛んできました。ゴイティアの左ストレート、接近してもあの左アッパーは怖いですね。そうですね、はい、救うように打ってきます。ロングもショートもアッパーが怖い、アリミゴイティアチャンピオンです。鬼塚を倒した一瞬チュロを破ってこの王座につきましたチャンピオンのゴイティア。イラワンツー、ちょっと顔色を変えたゴイティア、下がりながら左が当たりました。飯田、第2ラウンドです。バックステップする飯田、さあ打って入りたいところですが、さあ接近戦になった、接近戦になった飯田、突き放した、さあボディボディボディ、右のボディです、右のボディを打ちました。もう少し接近するときに膝をもう少し柔らかく使いたいですね。柔らかく、まだ硬いです、セコンドの指示通り膝を柔らかくということですね。はい、そうです。そしてやっぱり一発一発思いっきり力いっぱい打ってるんで、はい、体がオープン気味に開いてるんですね。ボイティア打った、あっと右が入りました。飯田もボディアッパーで返します。しかし反発、ロングフック、飯田入ってきた、しかしこれは
いですね、はい、左の回った左そして右バンク、うん、子役を切ったセクションタイム打ち合いなった時に、はい、相手の方がまっすぐ入っててますからね、そういうところもっと締めることですね。積極的に打って出ます両選手。おっと右を出します、左を打ち下ろす、ゴングなりました。第2ラウンド終了。浜田さんの採点、このラウンドも10対9チャンピオンゴイティアです。サントリーボススペシャル WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、試合はこれから第3ラウンドを迎えます。さあ浜田さん、はい、チャンピオンの動きはいいですね。チャンピオンはやっぱり、海外でも何試合も経験してるだけあって、そうですね、違和感落ち着きありますね。違和感はないですね。ゴングが鳴りました。第3ラウンドです。なんとか体勢を立て直して、なんだナイスカウント、はい、飯田であります。さあ飯田を打った右、飯田を右、チャンピオン前に出てきましたね。そうですね、チャンピオンが前に出た。早い勝負を仕掛けるか両者左、このゴイティア戦のためにとにかくふくらトレーナーと二人三脚で踏み込んで打つ練習をしてきました。普段の踏み込みが10センチなら15センチ20センチと踏み込もう、そしてボディを打って相手の足を止めようという練習をしつこく行ってきました飯田。しかしこのチャンピオンは中に入るのも容易なことではありませんね。パンチがありますからね、はい、なかなか入れないですねこのチャンピオンには。ですからもっと体を振ることですね。そして飯田君の得意な右のリードジャブ、サウスポーですから当たりやすいはずですから。右、飯田の右、間髪ではありますが、あとチャンピオンも右を返していきます。伸び上がるようにして打ってくるチャンピオン、そして左のアッパーが脅威です。どうやって踏み込むんでしょうか飯田、世界初挑戦です。大きく右から踏み込んで入ろうとしているところありますけど、はい、まず右のおっと入りました、左ストレート、ゴイティアの左打ち下ろす、ゴイティアがロープに詰めるか、飯田クリンチ、飯田クリンチ、クリンチ逃れます。予想以上に伸びますねこの選手のパンチは。そうですね、はい、リーチの数字では飯田が上回っているんですけれども、手元で伸びるパンチ、これが数字では分かりません。今左ストレート、あと打ち合いになった、いや飯田も強気ですよ。そうですね、はい、強気ですよ。このチャンス逃してなるものか。第3ラウンド2分が経過しました。下がりながらもなんとかなんとか火を見て前に出ようとする飯田智。左からミット入れました。左大きく振り合います両選手。今の姿勢はいいですからね、はい、もう少しいい真ん中締めることですね。ちょっとオープンですね、いい開いてます。挑戦者です。仕掛けていくと言っていました。ボディから右フック、今の右もう少し小さいと当たったんですけどね。そうですね、ちょっと大きすぎました。頭のあたりをかすめた右のフック、ちょっと力入ってますね。第3ラウンドも時間がなくなってきました。 WBA 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、チャンピオンゴイティア、チャレンジャー飯田。ここでゴング、第3ラウンド終了です。浜田さんの採点は互角です。第3ラウンドですが、打たれもした飯田ですが、いいパンチも出ました。これ良かったですよ。この後にもう一度踏み込み欲しかったですね。そうですね、まあ、ただ相手のパンチがあるんでなかなか踏み込めないというところありますよね。まだ単発ですね。ちょっと大きいですからね、もう少しパンチを小さくすればスムーズにもう少し踏み込めるはずですから。第4ラウンドのゴングが鳴りました。チャンピオン赤のトランクスゴイティア、3度目の防衛戦、飯田世界初挑戦。さあ踏み込むことができるか、ボディの打ち合いだ。このチャンピオンはインファイト、いわゆる接近戦が苦手ではないかと見られていますよね。はい、ですからそこを練習してるんですけど、踏み込んだ飯田、今の踏み込み方ちょっと大きいですね。もう少しスムーズに力抜ければスムーズに踏み込めますから。そして
くっつかれるのを嫌がりますからね、このチャンピオンは。右当たった、カウンター、井上、右当たった、さあチャンピオンが食らっとった、アゴに当たった井上、井上の進む、さあチャンピオンの動きが一瞬止まりました、左、右引く、チャンピオンの顔面に井上のパンチだ、チャレンジャー井上、世界初挑戦、さあボディだ、井上いいですよ、井上のボディ、そしてボディを攻めている、このボディ打ち、練習に練習、一気に畳みかけるチャンス、今の攻撃いいですよ、第4ラウンド飯田が出ました、ここまでやや劣勢だった飯田、積極果敢に出ていきました挑戦者、ボディ右、レバーの当たり、嫌がってますね、これ明らかにチャンピオン、ボディほとんど打たれたことないチャンピオンですからね、そうですね、はい、14戦全勝の有見ゴイティア、そのうち7試合までが2ラウンドまでに KO で勝っているというゴイティアですが、最後は4ラウンド接近戦だ、さあ潜り込むようにして飯田が下からしつこくいく、しつこくいく、手数を出して相手の本気をなくさせてしまうのが自分のボクシングだと言っていました、まだボディいった、ボディから顔面、右のボディから顔面、打ち合います、攻めよう両者、下がるゴイティア、押した飯田、チャンピオン家があるんですね、挑戦者、さあしかしアッパーが来い、アッパーアッパーボディ、右のボディ、アッパー黒きた、ちょっと大きいですね、ボイテアのアッパー黒きた、いいだろ、右のボディこじ上げるようなボディ、左打ち下ろします、ボイテアも来る、アッパーパンチ、左グラッときた、今度はチャンピオンのパンチだ、チャンピオンのパンチだ、今度はボイテア一気に体勢、ボディ、浜田さん、はい、ゴイティアの強烈な右のフック、ちょうどあの飯田君の体が開いたところですね、はい、あの力入って思い切るところですから、そういうところチャンピオンよく見てましたね、あのその前までの攻撃が飯田が良かったんですけどね、はい、あ今のダウンショット来ましたね、第5ラウンドのゴングが鳴りました、第4ラウンドにダウンを奪われました、ゴイティアが出ます、一気に出ます、パンチを浴びてる、飯田下がる、南米ベネズエラのチャンピオン、アリビゴイティア、あっとここで、ここでストップ、ここでストップ、試合終了、試合終了、試合終了です、テクニカルノックアウト、レフェリージョン・コイル試合を止めました、アリビゴイティア3度目の防衛に成功、5ラウンドテクニカルノックアウト勝ち、ゴイティアの連打に飯田この表情です、ただいまの緊急プレーをお知らせいたします、5ラウンド25秒、5ラウンド25秒、チャンピオン勝負タイム5ラウンド25秒、チャンピオンの有見ゴイティア、敵地日本に乗り込んで見事3度目の防衛に成功しました、浜田さん、はい、早い勝負でした、4ラウンド目にチャンスで勝負に行ったことは私は間違いないと思いますね、はい、あの勝負の時やっぱりチャンピオンの方もよく見てましたね、残念ですね、そうですね、プロ21戦目世界初挑戦というヒノキ舞台だったんですが、世界タイトルを取るというのは難しいことなんですね、そうですね、まあ、はい、飯田の今まで連勝記録の勢いでいけばと思いましたけど、はい、やっぱりこのチャンピオン強かったですね、そうですね、
まあパンチが伸びることは予想していたんですけど、やっぱりリング上がってみると予想以上に伸びたと思いましたね。十分にホイティアの懐に踏み込んで、はい、ボディを攻めて動きを止める、はい、そういう練習を繰り返し行ってきたんですが、なかなか練習通りにはこの相手いきませんでした。やっぱりあの相手あってのことですから。ただあの4ラウンド目その練習の効果は出つつあったんですよね、はい、ただパンチある選手の怖いところというのはそういう展開になろうが一発さえ当たればというところありますね。4ラウンド攻勢を仕掛けた飯田ではありましたが、その4ラウンドに初めてのダウンを喫してしまいました。ですからあのちょっと体入れ替えたところに入れ替わったところに左の伸びるパンチが頭あたりですけどね、どこに当たってもこの選手のパンチは効きそうですね。しかしこのアリミゴイティアという選手は去年7月に韓国でイヒュンチュルからタイトルを奪って、はいはいはい、そして最初の防衛戦は元世界チャンピオンのアキレス・グスマンを下しました、はい、そして2度目また韓国に行ってイを倒して、今日日本に来て飯田を倒す、本当にタフなチャンピオンです。そうですね、敵地でノックアウトで勝つというのは相当なタフで、そして力ある選手ですね。はい、勝利者賞として中京テレビ岩本幸正代表取締役社長より勝利者トロフィーがチャンピオンのアリミ・ゴイティア選手に贈られました。そして敗れた飯田選手には敢闘賞が贈られます。今日はクリーンなファイトになるだろうと、調印式の時も2人は話していましたが、まあ予想通り、はい、前半からの打ち合いの試合になりましたね。見事に WBA 世界ジュニアバンタム級のタイトル、ベネズエラのアリミ・ゴイティア選手、この選手は12戦目で世界のベルトを巻いた、これはベネズエラの生んだ世界チャンピオンでは世界タイトル最短到達記録なんだそうですね。まあその前にアマチュアでも100戦以上してますからね。そうなんです、106戦して98勝、10歳の時からボクシングを始めたというゴイティア選手、リング上ではインタビューが行われます。3度目の防衛を見事成功させましたアリミ・ゴイティア選手です。おめでとうございます。Thank you。 思い通りの試合展開となりましたか？Bueno, no como yo lo había planeado. Lida es un gran peleador, fuerte, tiene buena pegada y gran poder asimilativo. Yo creo que tiene un buen futuro si sigue adelante, si no se aflige por esta derrota. 思い通りの試合にはなりませんでした。とてもあの厳しい試合でした。相手の飯田とあのサトシさんはとてもいいライバルでしたので、彼もこれから頑張ってほしいと思います。その飯田選手のパンチというのはどうでしたか？El hombre, como te dije anteriormente, un gran boxeador, pega bastante fuerte. Yo pensé que la pelea iba a ir más de 8 asaltos. Yo había pronosticado noquearlo en el séptimo, pero a como el hombre venía con el tren de pelea que traía, pensé que iba a pasar del séptimo. まあ、彼は7ラウンドまではと思ってましたけど、もうよく叩かれましたので、まあ、彼も本当素晴らしい相手でした。これだけ多くのボクシングファンが詰めかけました。皆さんに一言お願いします。Un saludo para todos los aficionados. Bueno, quiero mandar un saludo muy cariñosamente a toda la fanaticada japonesa que asistió a este evento y espero que sigan, ayudando a Satoshi Iida porque es un gran peleador. 皆さんの応援どうもありがとうございます。で、本当にあのいい試合でしたと思いますので、これからも飯田さんを応援してあげてください。よろしくお願いします。見事3度目の防衛を果たしましたアリミ・ゴイティア選手でした。